はい、どうもアザラシです。またリベンジのためにやってきました。テナガエビを釣りたいということでね、また同じ場所に釣りに来てます。ここはここが旭川、こっちが国道2号線のクロスするポイントですね。いやでもね、前回2週間ぶりに来てるけど、2週間前よりも状況悪いね。また引き潮の時に来てしまったしね。引き潮じゃないか、今干潮に向かう引き潮ですの時に来て、まあ前回よりは少しここまで水が残ってるんだけど、もうちょっと水が満ちてないとダメだよねっていうね。で、昨日雨が降ったんでまだ濁ってます。はい、コンディションはあまり良くない。で、釣りの基本セットは同じです。映ってるかな、浮き、サルカン、おもり、そして五回というね、同じセットで、また証拠にもなく手長い美容になっていきます。でね、もうだいぶ引いてるからね、正直引いてるし、あの岩が濡れてるからとね、降りていくのも厳しい。まあやっていくけどね、やってはいくけどね。今こういうとこだね、落としていくけど、ちょっとね、はい、結局ちょっと場所を変えました。橋の下からこの辺、この石のあるところの先端部分みたいなところに来て、ちょっとあの辺にね隙間があるのでそこを狙っていきますが、ちょっと日差しが強いんであまりここで長いことは無理だね。真っ黒になっちゃうこんなところで長々釣りしてたら帽子持ってくればよかったな。あれから結局全然釣れてないです。釣れずにあっち側にいたのをこうぐるっと回ってこっち側にやってきました。ちょっと上流側、いやー、わからん。どこにいるんかわからん。トンボがついてるんだけど、トンボが竿についてるけど、なんか別に離れようという気もないみたいだな。釣れねー。捕まるんじゃない、このトンボ。捕まらんかまた止まる。おお、トンボ使いになるな俺。スキルトンボ使いを得得しました。得得せんで、そんなもん。あ、また止まる？止まる？止まっとく？あー、止まっといた。おー、風強いから。
ここに止まるよりもさ、あー、つった。あ、撤収だな。撤収撤収。まだ別の日を改めてリベンジしよう。はい、なんだかんだで新岡山港まで来てしまいました。あー、暑っ。で、結局ハゼ釣ってます。ハゼ釣りしてます。ここになんかいるのよ。なんかあのね、深くなってるところになんかいるのよ。それを釣りたいんだけど、なかなかね。お、勝ってる。よし、はい、ハゼ閉まらんな、ハゼ。しかも小ぶり。閉まらんな。まあ一応ハゼいっぱい釣ってはいますわ。うん、ハゼいっぱい釣ってるよ。はい、これはハゼを釣りに来たのではないのだが。あちぇ、もうそろそろ帰るか。最後1匹釣ろうと思ってから30分ぐらい経過してるけど、あと1匹釣れない。よし、帰るか。はい、これが今日の釣果。ハゼが 1,2,3,4,5,6 匹。わざわざ釣り具屋でエアーポンプ付きの入れ物を買ったけど、結局ハゼを生かして帰るだけになったでは以上。はい、ということでこれからハゼをさばいていきます。まだ生きた状態で連れ帰ってきてしまったので、締めるところからやらないか。刃を突き立てて殺すというのは忍びないので、これをお酒で締めようと思う。オーガニックワインとかでいいか。ワインで締めましょう。ということで、前に入れて蓋して、よし、待ちます。ほい、ハゼ閉まってます。ワインの方が絶大だね。鱗を取っていきましょう。鱗を取っていくと、シャッ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 。で、洗ったら開く。